はい、はるです。今回はですね、手紙の端っことかちょっとしたイラストとして描ける4パターンを紹介していこうと思います。テーマはね、植物系で揃えていきます。まず1つ目は最初にね、ベタ塗りをしていきます。まあ本当はね、何色でもいいんですけど、ここはね、暗めの色ですね。で、さらに暗い色で葉っぱを描いていきます。で、葉っぱのポイントっていうのが、葉っぱの形を細かく描くっていうよりも、この筆の形を利用するっていう感じですね。なので、まあ、持ってる筆にもよるんですけれども、このちょっと丸めの筆を押し当てるようにして葉っぱを描いていきます。その方がね、この塗った感じとはまた違ったグラデーションっていうのが見えてくるんですよね。この筆についた絵の具が微妙に混ざり合ってない状況でキャンバスに乗ってくれるので、まあ、普通にね、葉っぱをこうぐるぐるって描くよりも結構ね、綺麗な線が出来上がるのでおすすめです。で、徐々に3色ぐらいですかね、手前に来るにつれて色をね、明るくしていきます。まあ、私はね、葉っぱだから緑使ってるんですけど、もちろんピンクとか青とかの葉っぱもかっこいいし可愛いと思います。はい、そんな感じで1パターン目が完成です。これはね、キャラクターの背景とかにも使えると思うので、ぜひ試してみてください。はい、で、2パターン目はベタ塗りをして、で、隣にね、あのティッシュを置いてね、カバーしながらスポイトで絵の具を飛び散らせていきます。ここね、周りにも結構飛ぶので、スポイト使う場合は注意してください。で、さっきのね、葉っぱとは違って今回はお花を描いていきます。で、お花もね、あの細かいお花描いてもいいんですけど、まあ、今回はね、こう気軽にサクッと描けるイラストを目指したので、さっきと同じようにね、筆のこの形を使ってお花の花びらを生み出していきます。はい、そんな感じで2枚目が完成です。はい、じゃあ3枚目ですね。3枚目はまずね、下にベタ塗りをしていきます。まあ、今回はね、水色と黄色かな、薄い黄色を混ぜてベタ塗りしていきました。で、その上からまずね、模様を描いていくんですけど、ここがね、筆の良さを前面に引き出す模様にしたいので、あんまりね、きつく押し込んじゃうと筆の毛先が傷んでしまうので注意が必要なんですけれども、筆をね、もうぐるっと一周回す感じでやってあげると、綺麗なね、色が混ざり合ってない円ができるので、マジでおすすめです。で、その上から茶色でね、木を描いていきます。まあ、木というか枝ですねを描いていってあげて、その上にね、自分の好きな色で実を描いていきます。そんな感じで3枚目が完成。はい、じゃあ最後4枚目ですね。4枚目はシンプルかつちょっとかっこいい感じにしていきたいので、まずはね、濃い色で塗ってあげて、その上からね、明るい緑で1枚目と同じ要領で葉っぱを描いていきます。ここもね、ポイントは絵の具を混ぜすぎないことですね。はい、という感じで4枚のね、パターンが完成です。まあ、他にもね、パターンやってって言われたら、もう多分いろんな種類描けると思うんですけど、今回はね、私が、まあ、結構おすすめなパターン4選ですね。まあ、よかったら何かのイラストの背景とかお手紙とかに使ってみてください。じゃあそんな感じで、バイバイ。